14年前、大阪、熊取町で下校途中の小、4年生の女の子が行方不明になった事件。新たな情報です。当時、現場付近に止まっていた不審な白い車に、男と女の子が乗っているのが目撃されていたことが、捜査、係者への取材で新たに分かり、警察は、の子がこの男に車で連れ去られた可能性、あるとみて調べています。平成15、5月20日、大阪、熊取町で、小学4年だった吉川ゆりさんが下校途に行方がからなくなった事件は、来年、発生から、5年になります。警察によりますと、での捜査で、犯行時間帯に、現場付きに、不審な白いセダンタイプの車が止まってたことが分かっていましたが、その捜査で、車の中に男と女の子が乗ってるのが目撃されていたことが捜査関係者の取材で新たに分かりました。運転に、助手席に女の子が座っていたということで警察は、ゆりさんがこの男に車で連れ去られた可能性があるとみて調べています。また、白い車は、角張ったデザ、特徴で、昭和58年から平成7年に、決定販売されたトヨタの、クラウンに乗っていたということです。警察は当時、付けで不審な男がいなかったかや、二人の乗っていた車などについて改めて情報の、友を呼びかけることにしています。のこと、では有力な情報の提供者に最高で、00円の懸賞金が支払われることになっている。情報は泉佐野警察署の捜査本部。